はい、こんにちは、かけむらです。明日、大阪から岐阜へちょっと、長距離ドライブ出かけますので、今日はトルクレンチを使ったナットの増し締めと、ちょっと明日長距離ドライブに備えて、点検ですね。一緒に見てみましょう。これが、トルクレンチです。あらかじめ設定した、力加減で、カチンと言って、こう教えてくれるっていうアイテムなんですけど、VAB の締め付けトルクは120ニュートン、ここ緩めなあかんかったんやで、120ニュートンはここかな。だんだん老眼で見えへんなってきました。こんなもんですね。で、ここで締めちゃってロックして、で、タイヤハウスに当たるから延長ソケットつけて、で、19ミリです。ソケットつけて、じゃあ締め付けやります。どうやったっけ、こう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 ですね。じゃあ次、反対側。最近ね、左折したらなんかギューっていう変な音してたから、ちょっとあれなんかな思って、締め付け増し締めしてるんですけど、OK。終わり。あとはオイル類ですね。エンジンオイル。エンジンオイル入れすぎ違うみたいな感じで入ってますね。ここがピークやからめっちゃいっぱい入ってる。めっちゃいっぱい入ってるオイル。まあバッテリーは問題ないでしょう。うん、問題ないから大丈夫。液が分かんないんですよ、どこにあるのか。で、あとがブレーキオイルですね。大丈夫です。タイヤはこの間、チェックしてみたんで大丈夫やと思います。じゃあちょっとエンジンかけて、異音がしないかどうかだけ最後見てみましょう。
大丈夫ですね。今日これで準備万端いう形です。どこも異常なくて、これで安心して明日長距離ドライブ出かけられると思います。明日は動画アップできないと思うんですけれども、明後日ぐらいからまた信州の、そうですね、ドライブの動画アップしていきたいと思いますので、またぜひ見てください。それでは簡単なんですが失礼させていただきたいと思います。